できましたね、一平さん。ありがとうございます。焚き火ブレンド、はい、ありがとうございますねえ、いろいろあの言うだけ言ってあのいや、ね、まあ一回飲んでみてくださいあ、じゃあ、 思い通りの味になってるか、はい、じゃあいただきます、はい、あ、すごい焚き火っぽい焚き火あ、焚き火っぽいだから、焚き火っぽくはない焚き火っぽいのを作ったんじゃないか焚き火に合うコーヒーですよねいや、でも、ほんまに焚き火のなんか、これだけで飲んでももうBGM 入ったあのなんか今焚き火があって飲んで合うけど、はい、焚き火がなくてもなんか焚き火のこう想像ができそうな味。そういうことですか。うん、それすごいですね。それめっちゃ嬉しいです。一回こう焚き火の前で飲んでるけど、はい、次の日朝こう飲んでもあ目つぶった焚き火があるみたいな。めっちゃいいじゃないですかそれ味。いや、ほんまにね、ともさん、はい、そういうことですね。あの何もなくても焚き火を感じれる、うん、そう、逆に飲んでると焚き火がしたくなるぐらいの濃い、うん、そう、うん、ありがとうございます。願ったりかなったりのこのコーヒー出来上がりましたね。ありがとうございます。いや、私もともさんもあの言うだけやったもんね。言うだけです。本当に言うだけです。こんなんがイメージを伝えるだけです、うん、ねえ、こんな感じみたいな、まあ、なかなか大変でしたけどね、うん。いや、でも最初にね、パッて今飲んだ時に、うんうん、一平さんさすがやなと思って思いました。すごいなって。ありがとうございます。言うだけ言って、うん、そうイメージ通りのコーヒーが出来上がるっていうのがすごい。すごい。また、うん、めっちゃ美味しいです。もう何言っていいか分からない。え？いや、でも何回もこうね、あの試飲を重ねて出来上がったじゃないですか。すごいあの 120% のものが出来上がりましたよね。これはどこに出しても恥ずかしくない。恥ずかしくない。目がいや、めっちゃ美味しいです。焚き火ブレンド、フレンドオブファイヤー。フレンドオブファイヤーの名前はトモさんが。いや、ね、まさか採用されるとは思わず。いや、はい、これは即採用ですよ。もうね、びっくりしました、ね。まあ、まさしくね、焚き火のトモですよ、はい、このコーヒーはね。もう焚き火と一緒にぜひ飲んでもらいたいコーヒーです、うん。やっぱりあの焚き火するってなったら連れてってほしい、ね、コーヒーが出来上がりましたね。やっぱコーヒーって奥が深い。深いですね。いろんな考えると思うんですね。豆がそんなにいろんな種類あるっていうのびっくりしました。豆はいっぱいありますよ。ありますね。まあありますし、うん、そのまあ、今回も、うん、結局4種類の豆で、2種類の焙煎度合いのものをブレンドしてるんですよ。あ、そうなんですか。はい、焙煎も、そうです。焙煎も中深入りと深入り、うん、で深入りを混ぜることでちょっと苦みを足したりっていうのも考えてあるので、だからそれこそね、深入りを入れずに中深入り4種類だったらまたそれはちょっと違う味にもなりますし、だから今回は焚き火ブレンドなんで、まあちょっと深いのでね、苦味出そうとかっていう話だったじゃないですか。だから小山ブレンドなんかこうね、ハイキングとかトレッキングの時はもうちょっとすっきりしたコーヒーとかでもいいんじゃないかなと思ってます。
いろいろ考えてるんですね。考えてない、はい、一応まあまあコーヒー屋ね、やってるんでそこら辺はまあね、でもせっかくこうやって美味しいブレンドできたんだから、前にママやっていただいた美味しく入れる、あコーヒーを美味しく入れる、ね、ハンドドリップ教室からやりたいですね、はい、そうですね、何か機会があれば、はい、ね、まあ、せっかくなんでキャンプで入れる器具を使って、はい、ああはいはい、ね、そうですね、はい、さっき入れたパーコレーターとか、はい、あとまあハンドドリップでとか、またそういうのもやっていきましょう。目に来て、目に来てます焚き火といえば焚き火ブレンドみたいななるようになりたいんで、はい、いやもうこれは、もう本当に僕もう焚き火が大好きすぎて、キャンプには焚き火をしに行くんですよ。チェックチェック。その時に飲みたいコーヒーを作ったんで、もうこれは焚き火する人は必ず飲んだ方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってるブレンドです。そうですよね、納得のいくものができたから、いろいろコーヒーってあると思うんですよ、他にもね、はい、アウトドアの焚き火のコーヒー出されてるとこもいっぱいあるし、でもやっぱり僕たちが目指してるところっていうのは何なんでしょう、焚き火がやっぱりありきのコーヒーっていう形でスタートしてるんで、これはもう絶対にキャンプには必須のコーヒー、焚き火をすればこのコーヒーがないと始まれへんよぐらいの勢いで、はい、皆さん連れ出していただきたいなと思いますね、ほんまにそれですよね。いや焚き火するんやったら飲んでってコーヒー、焚き火するためのコーヒー、コーヒー飲むために焚き火するぐらいの、ね、焚き火ブレンドを飲むための焚き火、うん、そうですね、だから主役は焚き火ブレンドみたいな、コーヒーありきです、コーヒーありきです、コーヒーこの何て言うとこ結局何がいい、結局皆さん飲んでくださいねということ、そうそうそう、一、はい、回一、はい、回飲んでみてください、飲んでみて一回騙されたと思って飲んでみてください、本当に結構騙しにかかってるんですよ、ね、はい、焚き火ブレンドやって思ってもらえると思います。逆にこれ焚き火ないとね、この焚き火ブレンドの良さも引き出されないというぐらいのブレンドなので、はいはい、これはかなりもう焚き火対このコーヒー戦ってるんですか、焚き火とコーヒーが、だからどっちがこう先に、ね、鶏が先か卵が先かみたいな感じですね。だからコーヒーが飲みたくて焚き火するのか、焚き火がしたくて、コーヒー飲むか、どっちどっちでも焚き火がなくても焚き火ブレンドを飲んだら、うん、焚き火がしたくて、そう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 、素晴らしいコーヒーですね、やっぱりイコールになった、ね、またこれえらいも発明しちゃいましたね、発明しちゃいました、やっちゃいましたね、ありがとうございます、これみんなで買っちゃいましょう、買っちゃいましょう、飲んでください。え今は、販売はもう販売始めてます、何で購入できるようになってるんですか、オンラインショップと、はい、あとは店頭でも販売しています今、はい、オンラインショップは今 200g 単位なんですけど、はい、お店に来ていただいた方は 100g から買ってもらいます、焚き火ブレンド買ってください、お願いします、絵も可愛いんでお願いします。 My children's place carry the weight of the world. My pop's gaze turned men to stone. I had a dream of a place I could take home.